和歌山県。和歌山県は、日本の近畿地方の都道府県の一つ。県庁所在地は、和歌山市。日本最大の半島である、紀伊半島の西側に位置し、県南部には大規模な産地を有する。両政国では、紀伊半島の由来ともなった、紀の国の大半にあたる、一部は、三重県となっている。江戸時代は初期には、浅野や、後に、 古山屋の紀州徳川家の領地、紀州藩であった。不我郎として、田辺に安藤やシングルに水野家を置いた。古くから、木の国と謳われたほど山林が多く、中山間地域の比率が7割超、紀伊水道や熊野灘を挟んで変化に富んだ海岸線が続く。また、このような深山遊国の地形から、高野山海域による、 仏教寺院や熊野三山などの神社信仰が発達しており、その一方で中世から近代にかけては、木の川沿岸を中心に、全国から見ても大規模な都市形成されていた。和歌山市を中心とする県北部は、阪神工業地帯に属し、沿岸部には、製鉄所や石油製油所などの重化学工業が盛んであるが、太平洋ベルトから外れた。 立地条件の悪さや平地が少ないことと自然保護性の一環で確保できる工業用地の貧弱さ、そしてそれによる機械工業の不振から大阪府や兵庫県のような過密都市圏の工業と比べると生産量は至って少ない。その他、県全域で果樹栽培を中心とする農業が盛んで、特に県中部でのみかん栽培やごぼうしを中心とする柿栽培。 田辺市を中心とする梅などの特産品があり、他に小規模であるものの水産業、林業が盛んで、各地でのブランド育成が進んでいる、詳細は、夏季経済の項を参照。近畿地方では唯一、ここ40年間の国勢調査、1970年から2010年、で、人口減となっている県であり、他の2富4県が、 いずれも15%から40%の高い伸びとなっている中で顕著な特徴となっている。和歌山市では、大阪県などへのストロー現象が深刻で、人口減少が続いている一方、岩出市、橋本市など諸都市のベッドタウンとして、顕著な人口増を続けている都市も見られる。県南部は太平洋側気候、県北部は瀬戸内海式気候。特に、 南部東側は、年間雨量が4000ミ、mm、リメートルにも達する多打ち帯で、ある。和歌山県には、以下の九市六群20町一村がある。町の読み方は、すべて、町、村は、村である。木の国の大部分を、近代以降引き継ぐ和歌山県の地域区分には、紀北、紀南の二分法と紀北、紀中、紀南の三分法との2つが用いられることが多い。紀北、 避難の二分法は、近世紀襲藩における口六軍、両熊野という地域区分をほぼ引き継いだものである。帰北とは、紀の国北部の略とされ、有田郡内市日高郡以北を指す。それに対し、避難とは競技には、西室郡、田辺市を含む及び、東室郡、新宮市を含むを指し、二分法を取る場合には、日高郡以南とする。帰中とは、 第二次世界大戦後に地域開発上の要請から生じた新しい概念で、紀北と紀南の境となる、有田軍、有田市を含むと日高軍、五房市を含むお指。しかし、こうした本来の用法があるとはいえ、これら一軍の地域区分が何を指すのかが、今日では直ちに理解しにくい状況がある。例えば、紀南を指して、南紀と呼ぶ場合がある。だが、南紀とは、 南海道紀の国の略に由来して、紀の国全体を指す語であり、木南は南紀に大使会の概念である。こうした混同は、戦後の観光ブームの中で、観光場の要請から、和歌山県南部を表す観光用語として、南紀は広められ、昭和40年代頃の昭和元禄と呼ばれたコード、経済成長の時代に南紀と木南が、同義語意味として使用されるようになったもので、和歌山に住む。 人々の間でさえしばしば、気と難と南紀が混同されている。また、田辺市、西室郡、東室郡、新宮市を開催地として1999年、平成11年開催された南紀熊野体験博の開期中に、伊藤郡、橋本市が北北のを歌って観光キャンペーンを行ったが、北気という名称には、歴史的に根拠がないものであることから、批判がなされた。 一方、県による行政的な地域区分は軍に基づく7区分で、それぞれの地域に振興局を設置している。旧石器時代人類が現役に足跡を残したのは、今から約2万5千年前の後期、旧石器時代であったと考えられている。この頃はまだ寒冷化気候で、高地には唐松が生い茂り、低地にはブナ林が広がり、ナウマンゾウやオツノシカヒグマなどの、 大型哺乳動物が生息していたと推測されている。遺跡は四十箇所ばかり発見されている。縄文時代百数十箇所の遺跡が見つかっている。しかし、発掘調査はほとんど行われていない。和歌山市の成上貝塚は近畿で初めて発見された貝塚である。その他縦穴住居地が確認されたのは、和歌山市川辺遺跡、橋本市二毛遺跡、 野上町、安井遺跡、広川町高島遺跡などがあり、縦穴住居市に加えストーンサークルが見つかった海南市溝の口遺跡がある。和歌山県は1955年、昭和30年の国勢調査以来、長らく推計人口は100万人の大台を保ってきたが、北が1996年、平成8年から毎年減少を続け、2010年、 平成22年8月、ついに100万人を割り込んだ。これは、近畿2府4県で唯一である。2010年国勢調査によると県下人口第一位は、和歌山市、ついで7万人強の田辺市であった。特徴として、自民王国であり、自由民主党が、保守新党を合併してからは自由民主党が、衆参全議席を独占していたが、2009年、 平成21年8月30日投票の第45回衆議院議員総選挙では、1区と2区で民主党公認候補が当選、自民の画像を崩したものの、2012年平成24年投開票の第46回衆議院議員総選挙では、2区で自民党候補が議席を奪還した。県庁、市役所、及び町村役場において、 企画院という和歌山県独自の職会を置いている。一般に、課長級内市は、課長補佐級の職にあたる。2018年、平成30年7月1日現在、地方債の残高地方債等の合計残高、8、484億8、300万円、連結会計。和歌山市、海南市は、阪神工業地帯の南端に位置し、 出荷額は大きい。和歌山の目立った工業に、鉄工業、石油産業がある。鉄工業の出荷額は、県内産業、出荷額ベースの3割強に相当し、石油産業と合わせれば、県内産業、出荷額ベースの6割弱を占める。大規模工場としては、和歌山市の新日鉄住金、和歌山製鉄所、顔、和歌山工場の主力工場、 三菱電機、冷熱システム製作所など、有田市の JXTG エネルギー、和歌山製油所などがある。地場産業では、海岸市の家庭日用品、水回り用品は、国内の約8割を占める。主な大手企業に、横綱クリエーション、愛染工業、石水、大江などがある。その他、五房市の麻雀パイサイコロ、有田市のカトリ先行、 田辺市のボタン、橋本市のパイル織物、新幹線や高級車のカーシートなどに用いられるなどが有名。和歌山市南部の山クズとキミいデラを中心とするニット産業は日本一で、丸編みニットは全国シェアの37%を占める。和歌山県は本州最南端に位置し温暖な気候で、果物の栽培が非常に盛んなため、果樹王国と言われている。 以下は主なものを記す。和歌山県沖に黒潮、日本海流があるため、漁業は盛んである。那智勝浦町。和歌山県は平野部が少なく産地が地域の大部分を占めるため、古くから杉木を中心にした山林業が盛んである。全国の山林はほとんどは国有林であるが、和歌山県では大部分が民有林である。また、 古くからの領財の産地、秋田、京都、宮崎、奈良などは民有林が多い。2001年、平成13年、干ばつの遅れによる森林の荒廃や林業労働力の高齢化が著しくなったため、三重県と共同で緑の雇用事業を提唱し、軌道に乗せた。隣接する奈良県や三重県が一社独占に近いのに、対し、 当県は地域により細かく事業者が分かれている。南海電鉄の系列の影響がしいが、近鉄系や独立系も少なくない。括弧内は主な走行自治体。全国でも珍しく、県内の三桁一般国道は全線が和歌山県管理である。和歌山市、白浜町、那智勝浦町などが代表的、日本有数の温泉地であり、 かつ和歌山マリーナシティ、ポルトヨーロッパ、アドベンチャーワールド、白浜エネルギーランドなどのレジャー施設もり、夏には海水浴客も多く訪れる。また特徴的な観光として、社寺参拝、熊野三山、高野山、西国十三所の一番西岸都寺、二番君井寺などがあり、最も客数が多い。熊野三山への参拝道と高野山は2004年、 平成16年7月7日に世界遺産に登録された。しかし、神社の数が沖縄県に次いで少ない400社である。また最近は古式捕鯨で有名な熊野灘がホエールウォッチングのスポットとして新たに注目され始めている。和歌山市を中心とする紀北地方では大阪方面からの日帰り旅行客が多く、日帰り入浴、遊歩道、 ハイキングコースキャンプ場などが多数設置されている。他には、釣り、花見、観光果樹園なども特色である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。